知事が直接行かれる地元説明会の部分に関連してなんですけども、かねてからこの会見の場でもですね、知事が行かれるタイミングについては、必要性ともおっしゃいましたけども、ある程度県としてのその方向性、ルート案が、固まった段階で行かれるというニュアンスのことをおっしゃったかと、理解しているんですけども、そういう意味で言うと、改めて確認ですけれども、この前の3案出されて、でそれに対して住民からの要望が出されて、でそれらを踏まえた、知事としての県としての、最終的かどうかわからないんですけども、改めて固まったものを指定されるという理解でよろしいでしょうか。ルート案は今申し上げたように再検討してますので、その再検討した案というのをですね、含めて、提示したいというふうに考えています。これはお一つなんでしょうか。再検討しているということなので、再検討しているというふうに理解をいただければと思います。難しいかもしれないですけど、どういうことをご提示させていただくかっていうのは今調整中なので、12月の説明会の段階では第2案を県としての有力案、最有力案とされてたかと思うんですけども、少なくともそのままのものをまた出されるということはない。それについてはノーコメント。B' なのか3' なのか。再検討しているという、住民の皆さんのご要望を踏まえて再検討しているということで。私も地元説明会1回目を取材させていただいて、当時、その場でのご対応で、東部の所長さんがおっしゃってたかと思うんですけど、基本的にその騒音とかの懸念が、示されたわけ でそれに対して出されている案の中で、そういう騒音をどう解決できるかっていう視点を持っていくというようなことをおっしゃってたかと思うんですけども、やはり基本的にはその出された案の中でプラスアルファでやっぱりそういう懸念をどう解決できるかっていうことを、一つ材料として検討していく、いらっしゃるってことではよろしいですか。いろいろ工夫してご質問されますが今言えることは住民の皆様のご要望あるいは懸念っていうことも含めてですね、それを踏まえて再検討して、でその結果としての案をご提示をさせていただくということなので、いずれにしてもですね、その新しい道路を作るということなので、これはどんな何らかしらの形でですね、何らかしらの負担は発生するものなんだと思うんですね。その今ないものを作るわけですから、車線を拡幅したって負担は発生するわけで、あるいは交通量が増えるっていうだけでですね、何らかの負担は発生するものなので、いかにそういったものを、総合的にですね、抑えていくかっていうか、そういう点が懸念、ご懸念なわけですから、そういった点をいかに抑えていくかということが、ポイントになるだろうというふうには考えています。わかりました。ゼロにはできないということですね。その影響を、それはもう公共工事なんで、何をやってもゼロになるということはありませんから、それをできるだけ抑えていくということが。他に質問ありますか。共同通信の新聞です。ローマ法の話にちょっと戻らせていただくんですけれども、この先日の外務省への要望の際のやり取りなので、大体いつ頃になればその法が被爆地を訪問するタイミングですとか、あとその具体的なその段取りなどが決まってくるのかというあたりについては見えてきた部分というのはあるんでしょうか。それはですね、ちょっと具体的にはまだわからない、ところですね。先ほど申し上げたように、法庁からさまざまなこの表明が出てますので、おそらく、ほぼ何て言いますか、間違いのないことだろうなというふうには思っておりますけれども、
ローマ法王というのはバチカン市国の元首で、もういらっしゃるので、それは国としての元首をお迎えをするというこの対応があってですね、それについてはまだ調整中なんだというふうに理解をしています。ありがとうございます。はい、RCC の松です。友の方で関連でお伺いしたいんですけれども、住民の要望、住民の方の要望懸念を再検討して、その結果の案を提出するということで、現段階でですね、住民の合意形成についてはどのように知事は意図されてますでしょうか。もちろんこのその合意というものは何ぞやということにもよるんですけれども、では我々が受けている、この主要なご意見としては、早急に、トンネルの具体案を示してほしいということ、もっと言えばこれをきちんと整備してほしいというご意見ですね。でトンネル案については具体案はもうお示しはしたわけですけども、それについて、先ほどからいろいろあるような様々な懸念があるので、それについて、この考慮をして、再検討してほしいという意見があるということですね。でそのためにももちろんそもそも当然について反対であるというご意見もあると思いますけれども、主要なご意見としてはそういうふうに受け取れているところです。そういったいきさつを踏まえた上での今回知事が行かれるという中では、最終的に合意するための、きっかけといいますか、ターニングポイントにしたいみたいなお気持ちはやっぱりおありですか、知事が行かれることで。それは もちろんそうですね。なんて言いますか、こうお示しするのもまだもちろん設計図とか詳細なことができるわけではありませんから、方向性ということになるんだと思いますけれども、そういったもので住民の皆さんの大まかなご理解がいただけるようなことにはしていきたいなというふうに考えています。まさに今回のその行かれるのをそういったきっかけに、きっかけというか場にしたいですね。はい、ありがとうございます。はい、友の件で他に質問のある者はありますか。では他に質問がある者はお願いします。広島市中心部へのサッカースタジアムの建設についてなんですけども、松井市長の方から、2月にもですね、その消費省と県とトップ会談をという話が出てますけど、後の進捗というか、今具体的にその会談の一定の調整は進みましたでしょうか。はい、今比較検討作業を、速やかに進めているというところで、日程についてはまだ決まっていない、日程を確定、していきたいと考えているところです。方向性としてはもう2月12日という方向で今調整しているというところは変わってないですか。市長の方で、このサンフレッチェを含めた4社意見交換を2月中に行いたいというお考えを持たれているということは理解しています。県もその方向を理解しているというのは、その方向で県としても調整しているということで、それができるかどうかというのは今調整をしているというです。予定の時刻を過ぎましたので、次を最後の質問にしたいと思います。質問がある者はお願いします。友に戻ってもの件で、新年度の予算の作業に関わるのでなかなか難しい点はあると思うんですけれども、設計費等の計上ですね、
新しいルート案に対する設計費等の計上についても調整されていると思うんですけれども、今回 の, その住民説明会で、住民側の理解を得られるようにしていきたいということでしたので、そこで理解が得られれば、次のステップに、まあ、実際の工事に向けた手続きに入っていくという理解でよろしいでしょうか。そうですね、この今ルート案の考え方みたいなところで、このご了解が得られればですね、まあ、この了解を得たというのも何をもってというのもありますけども、福山市とも、相談をしながら、じゃあ具体的な今度は何て言いますか、ものをこう作っていくっていう、地元ともその具体的なものについて相談をしていくと。これで知事定例会見を終わります。次回の定例会見は3月5日火曜日の10時30分からを予定しています。ありがとうございました。